はい、どうも、まみです。愛です。はい。今日はね、はい、はい、見てた通り分かると思うんですけど、ドライブデートしていきたいと思います。はい、お願いします。いやどうですか、ドライブ。いやなんか心配です、ちょっと。運転できるってこと、さっき分かったんで。いや、俺も本当、都内を自分で運転するっていうのちょっと久々なんで、ちょっと緊張してますね。まあ、とりあえずね、はい、ドライブデートっていうことなんで、はい、スタートしてみよう。そうですね。うん、そしたらなんか何か分かってくると思うから。そうですね。はい、今時速何十キロくらい。ああ、もう、はいはい、もうこういう感じね。慣れてきた、慣れてきた。どこ行こうかな、とりあえず。確かに、行き先決めないっていう、うん、まあ、新しいタイプ。新しいタイプね。今日、とりあえず今、この辺渋谷らへんなんで、はい、まあ、なんかちょっと、とりあえず飲み物買いますか。あ、いいですね。ドライブっぽい。うん。まあ、スタバとか、タピオカとか。お、ありがとうございます。はい。そう。マッチフラペチーノですよね。はい、はい、ちょっとね、駐車場がなかったんで、愛ちゃんが今一瞬でちょっと買ってきてくれました。はい、来ました。はい、来た、抹茶クリームフラペチーノ来ましたよ。抹茶です。今日は飲ませてください。私はキャラメルフラペチーノです。はい、じゃあ乾杯。はい、乾杯。今一口飲んじゃったけど久々のスタバうまいわ。いや、いいですね。ということで、はい、まあまあ飲みながら、はい、愛ちゃんのね、好きなタイプか。ああ、好きなタイプは男らしくて。アピールしてよ。男らしいね。男らしくて、はい、え、男らしいってのはそのガタイがいいとか。あ、なんかトータル的にですね、なんか、うん、ない、そ、外見、うん、体型もそうですし、なんか中身もなんか リードしてくれる人とか。うん、なんかよく言えば芯がある、悪く言えばわがままみたいな人。わがままくらいがちょうどいいです。面倒見たいんで、結構面倒見たいんだ。見てあげたい。そうなんだ。意外と母性本能ある系女子だね。母性本能で付き合っちゃいますね、結構。そうなんだ。可愛いとか、うん、もあるんだ、やっぱ。だから可愛い一面がある人とか。ああ、ギャップ。なるほどね。うん、であとは、うん、まあこれちょっとあれなんですけど、うん、太りすぎず細すぎず、うん、はいはいはい。で、なんかちょっと清潔感がある人が好きですね。女子よく言うわ、うん、清潔感めっちゃ大事です。確かに、でも大事よね、清潔感は、うん、確かに。え、その見た目とか、まあその私生活とかもってことですね。そうです、そうです。なんだろうな、まあ、整理整頓はできればまあしててほしいですけど、うんうんうん、っていうのと、まあ、普通にその身だしなみ。ああ、身だしなみね。なんか清潔感あふれてる人。あの男子のさ、うん、この毛剃ってる剃ってない問題があるじゃないですか。まあまあ、見えるところで言ったら顔とか毛とかはどっちがいいとかあります。まあ、顔で言ったら、あ、私はヒゲとかもできればない方がいいです。ああ、なるほどね。似合ってても全然いいんですけど。俺いいじゃないですか。あ、そうそう、なんかない方が若く見えるんですよ。まあまあまあ、それはね絶対あるよね、うん、確かに。まあ、この年代だとね、確かに確かに。最近はでも結構、うん、ヒゲだけに限らず、うん、男性の方もなんか脱毛とか言って、ね、みんなさってる方多いじゃないですか。してるよ、はいはい。しやっぱりなんか私も実際その女の子で脱毛をしてて、あれなんですけど、うん、あれって朝とかでやっぱ、うん、余計皮膚が悪くなるというか、うん、そうなっちゃう。絶対あれはした方がいいなって思います。なるほどね。その人とか。なるほど。やっぱ脱毛の話してて、僕も結構 見た目気にするんで、今日はあのちょっと時間あるって言ってたじゃないですか。で、あの家具とかも、まあ、買い行くみたいな話したと思うんですけど、うんうん、その前にちょっと脱毛行っていいですか。あ、全然一緒に同行。うん、まあ、なんですよ、めちゃくちゃ早く終わるんですよ、俺のとこ。そう、だからちょっと一瞬付き合ってほしいなと思って。あ、もう全然全然。やっぱ愛ちゃんもね、そういうのが大事っていうところなんで、はい、大事にしていきたいんで。はい、全然全然。いいですか。はい、ありがとうございます。初めてついていくんですよ、脱毛に。吉田高野です。はい、お待ちしておりました。すごい、めちゃめちゃ綺麗。綺麗。制服めっちゃ可愛い。確かに。制服めちゃめちゃ可愛い。一回着てみたかった、憧れですこれ。確かに。憧れです。着てみますか。え？いいんですか。もしよければ。え、いいんですか。はい。着る。え、ちょっと、着るんですか。え、着たい。いいんですか。かしこまりました。ちょっと準備して。そんなオプション、オプションってか。確かに。こんなオプション。オプションって言い方ね。ありがとうございます。まさかすぎて、まさかね。いや、まさかすぎて。はい、ではカウンセリング担当させていただきます、はい、寺島です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、前回施術受けていただいたと思うんですけど、はい、その後どうですか。そうですね、なんか
結構脱毛とか痛いイメージあったんですけど、肌触りとかもめっちゃ良くなってて、はい、ヒリヒリすることもなく、なんかいい感じだったかなっていう。ああ、ありがとうございます、良かったです。であれで980円ちょっとやりすぎかなぐらいの感じでめちゃくちゃ満足です。ありがとうございます。はい、そうなんです、若い方にたくさん利用していただいてます。はい、本当ありがとうございます。で今日も実際ヒゲは全部脱毛、そうですね、あのこの前と変わらずみたいな感じで、はい、はい、かしこまりました。します、はい、よろしくお願いします。アイちゃん準備できたかな。うん、行ってみる。行ってみて。はい、じゃあ施術室に。はい、ありがとうございます。いけてる、アイちゃん。はい、じゃあこちらの部屋ですね。こっちに。はい、じゃあ、みやさん3、1。あ、こちらです。ちょっと、ちょっと、ねえ、間違えた。うるさいな、うるさいカウンセリングの人いるな。じゃ行きましょう。じゃあこちらで、こちらになります。こちらに寝転がっていただいて。寝転がるっていただいて。おー、面倒ですか皆さん。担当させていただきます、愛でございます。どうでしょうか。あ、でもまあ似合ってると思いますよ。いや、片言、うん、すごい に似合ってると。ちょっとね、うん、あの、はい、なんか違和感はありますけど。私がやるので。あ、マジですか。はい、心配だな。ありがとうございます。はい、どうぞどうぞ。よし、即ジェルも、はい、やっていただいてよろしいですか。はい、もういけるか、いちゃんこれ。動かないでください。はい、動かないでくださいよ。どういうことか、ね、ちょっと冷たくなりますね、もうなってるんですけど、すみません。言うの遅いね。はい、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ございます。はい、はい、大丈夫になっていただいて、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ早速照射していきますね。はい、あ、こっからお姉さんですね。あ、よかった、私が。なんてこと言うんですか。よかった。安心だわ。はい、じゃあワンシャットいきますね。はい、3、2、1。こんな感じです。痛いですか。いや、もう何も感じない。すごい。全然いいけど、もうこれね、ほんとね、びっくりするぐらい痛くない。結構脱毛ってバチンってくる痛みありますよね。見た目派手だけど全然痛くないね、これ。そうなんです。この照射面がマイナス4度まで冷えることで熱と相殺して痛みが少ないんです。そんなに冷えてるの。すごい。はい、ちょっとかけていきますね。はい、そう、これしかも10分とかで終わるっすよね。そうですね、だいたい全部あって10分15分で施術が完了するので、すごい、デートの前とかにも気軽に来ていただけます。マスクをつけていらっしゃると思うんですけど、はい、実はマスクのすれでヒゲって濃くなってしまうんですね。あ、逆に。そうなんです。ヒゲってなんで生えるかっていうと、はい、やっぱりその刺激からお肌を守るために生えてくるので、はいはいはい、マスクの摩擦がお肌へのダメージになってしまうんです。あ、そうなんですね。はい、マスクしてるからいいや、じゃあちょっとやばいですね。あ、はい、マスクしてるから剃らなくていいやってサボってると、はい、急にマスク外さなきゃいけなくなった時に青ひげでがっかりされてしまう。なるほど。はい、じゃあ最後口角照射していきますので、はい、右の方でパックラ持っててください。はい、はい、もうちょっと当てていきます。そんなことない。そうなんです、この口角の部分って男性自己処理苦手なんですね。なので 2,3 本残っちゃったりとかするので、はい、しっかり照射してあげるといいと思います。そんな、そんなこと。確かに。はい、今度左側お願いします。はい、大賞者以上でございます。早い、これで終わりっす。あっという間。すごい。はい、じゃあセルフ取っていきます。やっぱり脱毛は肌に熱を与えるのでダメージ受けてしまうんですね。なのでなるべく力を加えず、摩擦がない。そうです、アイちゃんなんてもうゴシゴシし。キュッ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 。はい、では施術以上でございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。若干ね、ツヤが、いや、ツヤが、うん、スルッとした感じです。本当にお肌綺麗ですね。ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来ます。はい、お待ちしております。ありがとうございました。行きましょう。はい。
はい、ということで、今、脱毛に行ってきて、結構でもいい感じに。いい感じでした。はい。いい感じでした。急遽すいません、寄っちゃって。全然。ぶっちゃけどうでした？なんか今、うん、スタッフさんいないから、素直に言っちゃってました。はい。いや、全然もう、ほんと1回目行って、まあ、また行きたいなと思って今日来たんですけど、うんうん、全然痛くもなく、しかも早くね、めっちゃ早く終わったじゃないですか。なんかやっぱり、肌のツヤとかもなんか出てきてたし、うん、全然違う。なんかない方がいいのかなってやっぱり思いました。うん、うん、よかったです、ありがとうございます。ということでね、またね、メンズクリアさんにはいつもお世話になってるので通っていきたいなというふうに思います、うん、はい、でなんですけど、ちょっと宣伝させてもらうんですけど、今回僕が受けたその顔のね、全部のこの脱毛に関して25,200円なんですよね、通常が。でも今日、今回なんと980円でまたやってますこの前なんか撮った時に、980円安すぎるやろ、怪しいやろみたいな人結構多かったんですけど、まあ、メンズクリアさんはもともと大手なので、怪しいこともないですし、なんかこう別のコースをこう、契約させられるとかも絶対ないんで、うん、メンズクリアさんおすすめなので、脱毛とかしてなくて検討してる人はお試ししてみてもらえばいいんじゃないかなというふうに思います。うん、ちなみにこれが980円が各店舗30名、限定なので、もし考えてる人ちょっと早めに行けるといいんじゃないかなというふうに思います。やりたい方いたらこの下の概要欄に貼っておくので、そこからやんないとこの980円のキャンペーンは受けれないので、ぜひその下の概要欄から空いてる時間行ってみてもらえば10分ぐらいで終わるので、はい、いいんじゃないかなというふうに思います、はい、思います。はい、また愛ちゃんのね方でもいろんな動画上がってるんで、はい、見てみてください。はい、はい、今日も動画見ていただきありがとうございました。